今厚木のコンビニにセブンイレブン中なんとか中央店、厚木なんとか中央店にいます。到着しました。山梨県の道志村にある小和田水汲み場です。汲んできます。お気持ちを入れていきます。トンネルを出てすぐのセブンイレブンに来ました。今の時間が12時42分です。到着しました。邪魔ですね。今カーテンつけてます。カーテンこんな風にマジックテープをつけてます。こっちこっち分かりますかね。縫い目がある方とない方で、ない方が表になるので、こっちの方にこのマジックテープの押すっていう方がこういう風につくようにして、このままこうやってつけていってます。実際つけていきます。結構ね、これだと隙間なくカーブに沿って、で長い、このマジックテープが長いからカーテンの間に入れられて隙間を埋められます。よし、それでは寝る準備していきます。これにお布団入れてきました。ニトリのお布団です。ニトリのエヌボームこれです。皆さん覚えてますか？冬といったらこれです。
私は車中泊ではこれで寝てます。ございます。今8度です。結構集まってきてますね。それではおやすみなさい。ギャレーを組み立てていきます。こっち側ちょっと水平をどうにか、はい、できた。もうある程度も出しちゃった。よいしょ。あとどうしよう、ここに入れるかな、入るかな。よいしょ。あ、入った。入んない。入った。あ、入る入る。よし、これでどうも OK。今日はこっち側に、よし。で、今日ね、どっちで炊こうかな、ご飯。お鍋にするかガスにするかで迷ってて、ガスというかコンロ、メスティン、メスティンでやってみる？ちょっと怖いんだよな。うん。せっかくこれフライパンシート買ったので、やっぱりお鍋で炊きます。これにこのフライパンシートを手袋外します。で、本当はね、土鍋でやりたいんですけど、今ないので、これでいきます。で、ご飯も今日持ってきたので、これを入れます。車を移動するのにね、閉まっちゃったから、またねセッティングします。水入れてきます。これ絶対美味しいよね。お水1合に対してね、150だったっけな、150。スイッチオン。あれ？あ、あら、主電源入れてなかった。あれ、どこだっけ？あ、着いた。着いた。15分？設定します。今回も山用のコンロを使ってお湯を沸かしていきたいと思います。この水絶対美味しいよね。
よいしょ。いきまーす。お湯が沸く前にお茶の葉入れていきたいと思います。これすごい便利で、家でもね練習してきてね、もうすでにね何回か使ったんですけど、これセリアで売ってました。こういう感じティーパックになるんですけど、これをですね今日はこのお茶にします。で一旦ここに入れて、今日このねくまちゃんにね、じゃん、ほくくじ茶入れてきました。これですね。でこれを少し入れていきます。沈んじゃうんですけど、でだけなんですよ。こうやってひっくり返して入れるだけ。お湯が沸きましたね。よいしょ。ご飯もね。これで、一旦下ろして、これを溶かします。熱いのでね、避難して、この子も一旦置いて、タオルで今日は保温しておきます。この子もしばらくお休みです。でこのティーパックが入ったお茶、これにお茶入れてきます。お、わあすごいですね、お茶が、お湯が。それと今日は豚汁、これをですねスノーピークのこれに入れます。セブンイレブンのこれね、私ね玉ねぎ塩サラダって気づかなくて、あ、イカときゅうりのサラダなんだなんて思って買っちゃいました。私玉ねぎの生食べれないんですけど、大丈夫かな、これチャレンジしてみます。水入れたいと思います。飲んでみたいと思います。やっぱり沸かした方が安全だとは思うんですけど、大丈夫と思います。飲んでみます。あ、うん、まろやか、うん、軟水ですね。とっても美味しいです。グリーンくんとゴールドくんと
ニャンズたち来てます。それではご飯オープンしてみますよ。いきます。見えない。はい、いい感じですね。いい感じ。フライパンシートいい感じですね。はい、じゃあこれにも入れます。はい、できました。完成だじゃーん。うまくんはこっち、紅葉を見ながら富士山がね、ちょっと隠れちゃってますね。いただきます。まずはこれを、豚汁を混ぜ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 、美味しそう。混ぜると美味しそう。あ、ごぼうとか入ってるんですね。うん、あ、うん、ちょうどいい。美味しい。次はご飯。あ、ちょっと硬かったかもしれない。うん、お漬物。うん、なんとか食べれます。うん、食べれる大人になったな。あ、便利。おいしい。ホッとする。ごちそうさまでした。結構ね、ご飯食べたらね、あったかくなってきました。よいしょ。では片付けていきます。あ、待って、ご飯おにぎり作るの忘れてた。そうだった、そうだ、おにぎり作るの忘れてましたよ。ラップがあって、あ、そう、今日ね、これに今日は岩塩入れてきたんで、これで作っていきます。お茶碗流しに入れちゃった。どうしよう、このまま行く、行くしかないですね。流しにもね、お茶碗に入れちゃったの。なのでこのまま行きたいと思います。ちょっとね、固めなんですけど、いいですね。フライパンシートすごくいいかも。これ今日はちっちゃいおにぎり、ちっちゃいおにぎりですよね。ラップがちっちゃいからちっちゃいおにぎり。めっちゃちっちゃい。かわいい。ほら、これにガンエンを、片付けしていきます。
身剤です。で今日もスポンジ忘れちゃったのでまたこれで洗ってきます。そろそろ富士山が見えてきましたよ。ようやく。雲がね、晴れるのをね、ちょっと待ってるんですけど、なかなか晴れませんね。おはようございます。仮眠、うたたね、してたら、夕方夕方近くになってきそうです。今からご飯を食べに行きたいと思います。気分が乗らず陰キャを発動してしまいました。周りをチラ見しながらドライブで紅葉を楽しみました。